皆さんこんばんは。ダキオワークスザ・セカンドでございます。私はただいま静岡県伊豆市で催されてますあやめ祭りの会場に来ております。まずはこの会場から回っていくことにしましょう。まず出始めにこの会場から回ることにしましょう。何やら踊りが始まったようです。どうやら地元長岡中学校による騒乱節ですが、詳しいことは分かりません。それではここで一旦長岡会場へ移動することにします。場所を移動しまして、先ほど長岡会場に着きました。ところ変わって長岡会場はさすがに賑わってます。途中シャギリが演奏されてたのでしばし足を止めることに。再び歩き出すと、今度は神輿に遭遇。腰に見入った後はまた歩くことに。ここでまた足を止めて神輿を見物することにしましょう。神輿が練り歩く様をとくとご覧あれ。さて、ユラックス公園に設けられたお祭り広場にたどり着いたところ、それから何年か前にこのハゲーって言った覚えてますか、トヨタマユコさん、ねえ聞いてんの。中高年のアイドルたる毒舌漫談で有名なとある方のコピーでしょうか。ステージではモノマネショーが催されてました。
こちらは26度、暖かい。50年間のことです。現在の担当の医者は5人目です。前の4人はもう死んでます。お祭り広場でのモノマネショー見物もそこそこに、元来た道を戻ることにしましょう。戻る時点では雨がポツリポツリと降ってきたようです。戻る時でも結局シャギリの前で足を止めることに。袋のしゃぎり見物もそこそこに、速やかに歩き出すことに。祭りの方も佳境に入ってきているとは思いますけども、もうそろそろ移動しようと思います。先ほど小中会場に戻ってきたところです。小中会場は長岡会場に比べある程度落ち着いた様相を呈しております。ここでもしゃぎりの演奏が行われております。ある程度歩みを進めますと、これは伊豆の国音頭。これは三島サンバかな。それとなく農兵節が紛れ込んでます。この踊りは一体何でしょうか。歌詞の中にジョン柄の句が確認できましたが、詳しいことは分かりません。これは沼津連とありますが、おそらく沼津にある阿波踊りの団体でしょうか。
正直なところ分かりません。本来でしたら流したいところなんですけども、そうすると時間が押してきてしまいますんで、ここで幕といたします。それではご視聴のほどありがとうございました。ご意見ご感想等ございましたらコメント欄にてお願い申し上げます。またお気に召されましたらチャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。